どうもおはようございます。今日はこの、埼玉県東部地区のテニスの聖地松伏記念公園に来てるんですけど、もうここに来たってことはあの東部の星を呼ぶしかないですよ。紹介する小暮友孝パイセン。お久しぶりです、小暮です。1年前にこのチャンネル出させていただいて、約1年後なんですけど、僕も太一くんも1年経っていろいろと進化しているところがあると思うんで、今日はぜひあの動画で見ていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、僕は順位しか上げられなかった1年で。そんな中、小暮先輩はなんと1000位上げてるんですよ。最初そう1年前動画で撮影した時は多分1058番ぐらいだったんですけど、はい、今もう130位ぐらいここまで来てるということで、あと30位ぐらいは上げれば全日本出れるっていうところまで1年まで来てる。今日は東部の星の小暮先輩と練習していただくことになりました。よろしくお願いします。お願いします。あの3連敗中の僕なんですけど、あので会場で小暮さんもずっと一緒にいたんですけど、確かに試合見てました、はい、僕の範囲は何だったのでしょうか。結構優勝するぐらいの選手と1回戦で当たってて、まあ、しっかり僕も見てはなくて試合だったんであれだったんですけど、惜しいところまでは行ってたけど、なんか最後取り切れずに多分負けてたんですよね、はい、でなんか見てると後ろのベースラインでのこう横のボールの食いつきとか安定感って結構その1年前だった時よりすごい上がってるなって思ったんですけど、なんかタイブレークとか多分その5-5とか5-4とかそういうポイントの要所で多分自分からこう中に入ってこうすばしっこいテニスが特徴だと思うんで、ちょっとタイミングパンパンって打ってボレー詰めたりとか、やっぱり相手がちょっとでもスライスになったらすかさずネット取って、やっぱりまあ正直身長はまあこのぐらい、僕171センチなんですけど結構身長差あるんで、やっぱベースラインにいてもやっぱり圧があんまり相手かかってこないと思うんですよ。あーなるほど。なんでやっぱり前に詰めてきて少しでもこう自分がこう圧をかけてプレッシャーを与えた方がやっぱり相手は多分嫌だと思うんで、なるほど、まあ、基本的にはこうベースラインから打っている中でちょっとでも甘いボールとかあったらすぐ前に行ってなるべくこうボレートライしてっていう練習をできればいいかなって僕は思ったんですけど。ああなるほど、はい、いやまさにその通りだと思いますよ本当に。なんで今日はそれをちょっとできるようになる練習、俺が後ろでプレーする気じゃなくて前に行けるようになるための練習を教えていただきたいんですけど、はい、なんかありますか。まあ、普通に下から1面でポイントやっていく中でやっぱ実戦でやってこないと多分意味ないと思うんで、球出しとかでやってても結局試合だと多分実戦とあんま結びつかないんで、もう下からポイント1面でやっていく中でどんどん前にトライしていって出ていくタイミングとかポジションとかっていうのは多分ひたすら練習そこはやった方がいいみたいな、単純に、はい、もう1面フリーでやった方がいいかなと思います。わ、はい、かりました。じゃあその辺を今日は練習していくってことで、じゃあポイントが今日は多くなるのかなと思いますので、はいはい、今日はその辺を皆様にお届けしますのでよろしくお願いします。あとはあのね、小暮先輩 YouTube もやってるんでぜひそちらの方のチェックもよろしくお願いします。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。完全にお手本を見せつけられました。じゃあ、 あれを僕もやっていこうと思います。これ1位いけた。おこうなるから。
こっちです。バックだ。やっと決まりました。ここに。よしよしよし。あ、あ、お手本伸びしてくる。いや、前に来てやっぱりプレーされた方がこっちはやっぱり嫌でした。だってやっぱ真ん中に打ったら、はい、いるわけじゃないですか、はい、だから基本的にやっぱこういうとこ狙うわけですよ、はい、こっちがミスる確率が上がるわけじゃないですか、はい、でもまあポジションが悪かったっすね前突っ込んだ時の。はい、なるほど。真ん中にいるからどっちも空いてるわけっす。なあ、なるほど。だから極端な話、じゃあここに立ったらここには打たないじゃないですか、はい、で、こっち開けてたら、ここを一回張っておいてっていうパターンもあるじゃないですか。あー、なるほど。でも、打って、ここにいるから。なるほど、なるほど。そうっす。え、打った方に行った方がいいですよね。基本的に、だって、こうやってバーンって打ってって、こっちいるじゃないですか。で、ストレートってやっぱむずいですよ。だって、バックでストレートって、まず距離短いからロングアウトする可能性ある。やっぱネット高いからネットする可能性ある。だから普通にこうやってバックで相手のバックにスコアで割ってくるんだったら、一回ここで一回ここを潰しておいてっていうパターンだと思う。ああ、なるほど。そこは考えてなかったから、ただ前に来ただけだったんで、あの偏差値38なんで、まあその辺が出ちゃいました、ね、ちょっと。いやでもいいプレーもあったんで、絶対ああやって前に来た方がいいと思う。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいいこと教わっちゃいましたね。いやで、あとさっき皆さん見てもらったら分かると思うんですけど、小栗さんってすごい左右の動きがめちゃめちゃ強いんですよ。もちろん前の動きも強いですけど、あれってどういう風にな練習というかトレーニングしてるんですか。まずテニスコートの中だったら、はい、まあ当たり前ですけど、やっぱ振り回しって必ず練習の中で、はいはい、ご飯食ったら歯磨きするぐらいのと一緒のぐらいの当たり前で、練習はとりあえず絶対振り回ししますと。でその後は基本的に僕練習の最後って必ずラインタッチ2面ぐらいは最低やってて、はい、なるほど。まあ、あとはスパイダーとか、はい、まあ、4本ぐらい連続でやったりとか、とにかくコートの中でのこの切り返しが速ければいいわけなんで、はい、別に 50m ダッシュ速くてもコートの中遅かったら意味ないと思ってるんで。なるほど、まあ、そこはコートの中で意識してて、はい、まあ、あとはウェイト、はい、その事務的なこういうウェイトでやっぱ意識してるのはやっぱスクワットと、まあ、このランジとあとチューブ、この3つ結構夏ぐらいから強化してて、はいはいはい、それやってきて4ヶ月経って結構自分の中でもその走らされた時のボールの食いつき具合が結構良くて、なんかスクワットとかあったら、まあ、自分の体重63ぐらいなんですけど、はい、まあ、65とかぐらいで、まあ、ゆっくり
1,2,3,4 ぐらいで下げて5で上げる。はいはいはい。でこれやることによってやっぱりこのこっからバーンっていうこの一歩目のパワーがやっぱりここら辺がっちりしてくるとついてくるんで、はい、初動がやっぱ速くなるっていう。はい、なるほど。であとはこうランジでなんか10キロ10キロぐらいのこうバー持って、はい、で姿勢まっすぐにしてこうランジ、はい、でこれでこう走らされた時のこれですよね、はい、を安定させるっていう意味で、まあ、両方やってますけど、はい、まあ、あとはこう左右に走らされた時多分良かったって言ってくれてたんですけど、はい、結構 横のケツですね。ここのティアホーとかとんでもないケツしてるの分かりますか？分かりますか？あれはやっぱり横ケツがしっかりしてるんで、こう横に走らされてもクッてこうすぐ戻れると思うんですよ、はい、で僕はチューブを2本巻いてて足首と膝、はい、でもう普通にこうやってカニさん歩き一面行ったり来たり、まあ3セットぐらいやって、はい、みたいな、はい、なるほど。それをやれば、はい、まあ、俺先輩のフットワークが手に入れられると誰でも。そうですね、基本的にやっぱりトレーニングはやっぱ裏切らないんで、はい、確実に成長は絶対するんですよ、はい、誰でもこれ 100% 言えると思うんですよ、はい、テニスだけやってるだけじゃなくてやっぱウエイトとかでやっぱ体も作んないと、まあ、体対体のスポーツなんで、はいはい、体も強化しないと結局ラケット振るのは体なんで、なるほど、そっちもやっぱりちゃんとやっていかないとバランスよくやっていかないとっていうところかなと思います。なるほど。正直ね、振り回しばっか僕やってて他のことは何もやってないんで、小暮さんがやってることなんで、その辺をやっていければ僕も小暮さんのようなフットワークを身につけられるかなと思って、その辺頑張ってやっていこうと思います。ということで今日はですね、この後サーブから勝負をやっていくんですけど、タイブレークで、そちらの方は小暮先輩のチャンネルの方でやらせていただくということで、はい、ちょっと僕がサーブからちょっと頑張って立ち向かっていこうかなと思うんで、ぜひそちらの方のチェックもよろしくお願いします。あの概要欄にも貼ってあるんで、ぜひそちらの方チェックよろしくお願いします、はい、ということで、じゃあ僕のチャンネルはこの辺で、ではではまた。Whoa, whoa, 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 creepy girl under the car. Whoa, 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 creepy girl under the car. 遊んでいるのはいつものよう、今すらないけど、曲